皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。今日はですね、母の退院御礼を申し上げます。昨年の暮れに、大腿骨を骨折して入院、リハビリをやってましたが、おととい、4月の6日、晴れて退院することができました。病院の皆さん、支援してくださった皆さん、それから励ましてくださった皆さん、本当にありがとうございます。もう90ですけども、病院の中でもえらく元気で、Facebook を覚えてですね、覚えてというか、しょっちゅう私にメールが来るんで、かなわんと思って、何か別のものをというんで、Facebook に、日々日記を書いてます。そういうのも支えてくださって、本当ありがとうございます。90で骨折するとですね、もう、なかなか厳しいだったと思いますが、本人も一生懸命頑張って退院することができました。皆様のおかげだというふうに思います。ありがとうございました。ただ退院してもですね、環境も変わりますし、しかも長かったですから、徐々に慣らしながら頑張ってずっと長生きしてほしいと思います。で、皆さん本当にありがとうございます。このことをですね、皆さんにお礼を申し上げて、この A を閉じたいと思います。さて、あとはですね、原口園芸ということで、皆さんにちょうどチューリップがこんな風に咲いてます。で、1週間いないと、もう庭はもうぐちゃぐちゃですね。実はここにラナンキュラスラックスのドライフラワーをするためのものを置いといたんですが、これはどう考えても捨てられてますね。どこ見てもないですもんね。捨てられてます。で、こうやって綺麗に、でもチューリップの期間って短いですもんね。あらー、これはもうちょっと咲きすぎで取ってあげないと、もう葉っぱがこの鉢ではたまらんって言ってますね。ラナンキュラスラックスがものすごい勢いで、多分相当雨だったみたいですね、佐川。まだ濡れてますもんね、この辺も。もう咲き誇ってます、これ。例によって種類が分かんないんで、教えていただければと思います。まあ、本当にこう、ラックス畑になりましたね。去年から夏越ししてて、やつですね。夏越しして、そして冬も越してくれたやつだから強いですね。でかい。ラックスは綾園芸さんのラナンキュラスを品種改良したものらしいんですけど、すごく強いです。で、これ買うときは正直高いと思いました。千何百円のやつとか3000円のやつとかあって、でもこうやって夏越ししたものを見ると、もう全然お得ですね。これ毎年これ買おうと思ったらもっとお金かかりますし、それからじゃん、これ野生化したマーガレット、すごいですね。野生化したマーガレット、ここもラックスですね。うわ、これはいわゆる美人に例えられる花ですね。ボタンだ。すっげえ。これもう絶対に間違っちゃいけないの。これ冬は枯れたみたいになるんで、間違って取っちゃったらひどいことになりますね。そっか、クレマチスもすごいし、あ、バラが咲き始めましたね。バラが咲き始めた。ということは、コウコさんも咲いてるかも。これはすごいことになりますね。コウコさんは種類が分かんない。あ、咲いてる。あ、だけど先をなんかにやられてる。これはなんだっけ、この葉っぱがチリチリとなるやつ。これなんかの虫でしょ。うわー、もう本当にね、やめてほしいですね。これだと花が咲かなくなっちゃうんですよね。いやー、もう本当に
でも咲いてますね。では皆さんどうぞ。もう後半は母のあれではなくて単にチェックを入れます。ちょっとでもこれ花を取ってやんないと大変なことになってる。だって1週間前にここにいたのに、もうなんていうか荒れ地ですもん。三つ葉のクローバーも、まあこれはいいや、綺麗だから。これでももうちょっと自分でやるの無理だわ。お、桃ですね。桃じゃないや、なんだろう。では皆さん、うわあ、挿し木も死んどりますがな。こっちはなんとかだ。あら、やっぱりしょっちゅういないと無理ですね。無理。まあでも生き残ってるっちゃ生き残ってるわな。だってこれ全部あれする必要ないですもんね。では良い一日を。ごきげんよう。これは何なんだろう。可憐な小さな花ですね。わからん。買ったはずなのにわからん。これ枯れてんかな。セイロン冬越しに失敗したか。何も出てこん。では最後はやっぱりチューリップでしょうね。今日はね、今日はチューリップでしょう。でも本当母のことありがとうございました、お母さんもこれ見てどうぞ、無理せんように。もうなんていうかな、やることが過激だから。結局そのボイストレーニングに行ってて怪我したわけでしょ。どこに行くなとは言わんけど、やっぱこう慎重にねやりましょう。ではごきげんよう。